本当に活動させていただいております。あ、すみません、西垣松本の皆様、どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。いいぞ、日本は民主主義の国です。そうだ、いろんな方がいろんな主張をしていい国なんです。そうだ、少数意見も尊重します。そうだそうだ、今いろんなね、まあ、形で世界は動いておりますが、私たち日本は自由主義、民主主義を大切にしております。そうだそうだそうだ、西垣のご通行中皆様、今の中国の独裁政権が東アジアを席巻するとこうなるんです。そうだそうだ、こういうちょっとでも発言しようとすると圧力をかけること、新宿駅ご通行の皆様、こういう世界が現実していいんでしょうか。そうだそうだ、私たち日本人はさまざまな意見を尊重することを旨として自由主義、民主主義の国を保っております。そして我々はそういう国が人間にとって幸せであるというふうに常日頃から主張しているんです。新宿駅ご通行中の皆様、よーく見てください。ここは日本です。しなければいけないんでしょうか。そうだそうだ、民主主義ということをもし知らないならば、少数意見、さまざまな意見を尊重することが日本という国なんです。そうだそうだ、一方的な言論を押し付けることを独裁政権って言うんです。そうだそうだ、国はやはり人類を幸せにしないと我々日本人は思ってますし、幸福実現党はそれを心の底から思っております。いいぞ、2月いいぞ、2月頑張れ。なぜ日本の政党である私たちの言論がこういうふうな形で圧迫をしなければ、受けなければならないんでしょうか。そうだそうだ、だから香港が心配なんです。そうだそうだ、お前様の意見を認めることがデモクラシーって言うんですよ。そうだそうだ、香港を守れ。そういう国を日本は堅持し、東アジアで自由主義、民主主義の国を増やそうと思ってます。さまざまな意見があるのは存じております。それは言論で戦いませんか。そうだそうだ、言論
ね、そういうところをね、主張されたらいいんじゃないですか。そうだそうだ。あまり死活をされると日本人見てますよ、世界の人見てますよ。ああこういう形で圧力をかけてる存在というのはどこか知りませんが、怖いなーっていうふうに思ったら世界からなんとなく浮いてきますからね。そうだそうだ。人間は自由主義、民主主義の国でいくことを我々東北戦闘は幸せと思っているんです。そうだそうだ。ここは日本なんです。そうだそうだ。日本だ。話を聞いてると今ニューズウィーク誌も世界のマスコミもチベットウイグルでの報道をしているんですよ。アメリカも人権というものをね重要視するんです。日本もね人権という概念をね大切にしている国なんですよ。そうだそうだ。ね、一人一人尊い存在です。そうだそうだ。ね、一人一人が幸せになるような国を作りましょう。ね、そういうことを我々は訴えておりますが、何か新宿駅の皆さん、ご通行皆さん、おかしいでしょうか。おかしい、おかしい。我々民主主義、自由主義を大切にして、私たちも政治活動としてこういう場所や、ね、池袋や渋谷、そして全国で私たちはいろんなことを訴えているのが民主主義なんです。ここは日本ですよ。そうだそうだ。日本なんです。中国やりません。この日本で私たちは一つの信念を持って主張しようとしているのに、なぜ他国の人から圧迫を受けなければいけないんでしょうか。私たちの意見もさまざま賛否、ね、賛成反対はあるかもしれません。すべて我々の意見を皆さん信じようというふうには思ってません。しかし言論の力で演説とかこういう政治活動を通して日本の皆様にこうしたら幸福になるということを訴えているのが私たち幸福実現党です。我々も政治活動の自由を行使しているんです。この自由をなくせというんでしょうか。新宿駅、駅頭ご通行中の皆様、ここは日本です。私たちは日本の政党として日本のあるべき姿をここで新宿西口で訴えようとしているんです。なぜ国旗を見たら中国の国旗なんですが、これはどういうことでしょうか。私たちは政治思想、考え方、自由主義、民主主義、それと共産主義、一党独裁、どちらが幸福でしょうかということを国民の皆様に本当はここで訴えたいんです。しかしこういう形でなぜ日本の新宿駅頭で日本の政党が、ね、自由言論の自由を行使して訴えようとしているのに、なぜこんな地位行為を受けなければいけないんでしょうか。ここは日本なんです。新宿駅頭の国民の皆様、ここは日本です。日本は自由主義、民主主義の国なんです。なぜ外国の人が日本のことをああだこうだ言わなきゃいけないんでしょうか。もちろん我々は聞く耳を持っています。さまざまなことに耳を傾けてることも政治の一つの役割と思ってますが、日本の国民を、日本の日本人の幸せを、日本から東アジア世界にあるべき姿を説くことに
なぜこのように圧迫を受けなきゃいけないんでしょうか。それがいけないって言ってるんですよ。こういうことをするから香港が心配なんです。民主主義というものを大切にして、少数意見も様々な意見があっていいじゃないですか。